こんにちは、僕たちは URB プラエクスプレスです。4月の日本コンサートでファンの皆さんが日本語で聞きたいビッツの教訓第5位から3位までを一緒に見てみましたが、皆さんどうでしたか？答えは君だから、二人の愛が生まれたい、痛いのに好きだよが選ばれましたよね。いよいよ1位2位の発表ですね。やっぱりこの2曲かなと思いました。うわぁ、緊張する。本当かじ？ケンヨン、早く発表してください。それでは日本コンサートで僕たちが日本語で歌う曲、1位の曲は1位、ラブレターです。一番、やっぱり僕もラブレターが好きです。はい、2位はテタナダノでした。これからたくさん練習して4月のコンサートでラブレターを日本語で歌いますので、楽しみにしていてください。そして僕たちとスターライトの記念になる歌だと思うので、企画シングルとしてコンサート会場で限定販売することにしました。一生懸命準備しますので、ぜひ期待してください。それでは皆さん4月に会いましょう。以上、リアル B プラエスピッチでした。ありがとうございます。